ところにやり込む。どうも、ナオチンです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあタワー初見頑張っていきましょう。今シーズンも30回です。長いんだな30回。あ、まあまあまあ、ここでは出ないかもしれないけども、まあ村人の破滅を入れときましょう。ちょっと待て、なるほど、クリーパーがいっぱい出る今シーズンだったらちょっとやだな。おお、出る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 、マジか。クリーパー多めかもしれない。だったらちょっと難しいかもね。できれば25分ぐらいで行きたいけど、どうでしょう。いらんかな。次、おお、いいね。2階からいきなり破滅が役に立った。いいじゃん。おい、これでおしまい。あ、まだいた。はい、2回クリア。まあまあ問題ないね。クリーパーも出ないし。あ、ここはもうパワーシェイカーっすよ、間違いない。パワーシェイカーでね、 OK、 いいね、いい感じ。ここクリーパーは出ないか、もしかして。え、終わり？楽勝。なんかこの一気に終わる感じが今回いいかも。あー、いいエンチャだけどまだいらん。バーストで、でどう？なんか珍しいとこが来たね。なんか前にやった記憶はあるよ。うん、ここやったことあるよね。過去ここ出たことはある。でも本当に稀なところだわ。こっちかい。あ、あった。おお、あ、待って、止まるなって。はい、オッケー。いや、意外といるな。よし、はいはいはい、4回クリア。おお、なかなか面倒なところがあるかもしれません。ああ、なるほど、釣り竿か。まあまあ行きましょう。種持っていってもよかったかもしれないですね。おーい、嫌な場所ここ。待て待て待て。おお、すっごい戦いにくい。よし、もうちょっとこっちを取ってから行きまーす。矢はね、結構あるね、今回。結構矢はあるんで、枯渇する心配はなさそう。うん、どんどん使っていってよさそうね。いらんかな。はい、6回。クリーパー出そうな気がする。あ、そうでもない。気のせいか。なんかクリーパーが来そうな気がしたけど、そうでもない。おお、意外と強力な敵が。
出てくるぞ。あ、でも終わりかこれで。はいはい、6回クリア。次、あーすーん、そろそろ防具変えても良さそうだけどな。あー、虚無剣いいけど重力ついてないんで使いにくいんでこっちにしとこう。うん、蜂もついてるし、あの吸血あるんで耐久力は抜群かな。でも火力はないね。うん、まあ、剣よりはマシっていうところか。 OK、 蜂はいい感じだと思う。よし、いいんじゃない。結構出るな。あんまり出ないでいいんだけど。もうそこ、よし、 OK、 終わりか。はい、いや、まあ全然ステージ的にはなんてことない。あー、持っていけ、一応さ、念のために持っていきましょう。ちょっともう防具を変えないと耐久力が全然ありません。おお、ギリギリか。ちょっとスイーパー倒すのギリギリ。まだ出るよな。おい、蜂が出てきてくれれば、まあまあまあ、クリーパーは何とでもなるんだけど。いやー、防具が欲しい。どうする？どうする？アップドラフト、うーん、でいいや、もういい。ボスのことも考えてアップドラフト。はいはい、なんかネクロマンサー出てきそうな感じがして若干怖いんだけどね。出ない、ネクロ来ないか、気のせい。うわ、余裕すぎ。あー、いいね。ちょっと待って、うー、防具変えようか。いや、こっちも欲しいんだ。でもね、もう耐久力ないのよ。でもエンチャント良くないしな。まあいいか、来ていけ。エンチャントは全然良くない。もう話にならんぐらい良くない。おい、ある程度落ちてくれれば嬉しい。ナイス、いいね。何体か落とせたね。お、いいじゃん、いけ。で、上に2、3体いる。あ、1体か。終わり？え、ボスまだなの？あ、あー、サイズ変えようか。あ、いいんじゃない。もう火力重視でいこう。球根も欲しいけど。 OK。 あ、ちょっと待って。いいエンチャントないね。いきます。いいエンチャがないよ。オッケー、おーしょー、こーよよよよよよ、まで、あぶねー、来るねー、一気に出てきた。
あ、でもまあまあまあ、そこで一気に出るだけか。あとは大したことない？終わりじゃん？おうおうおう。いや、ボスがね、まだっていうところが。いや、虚無もあるね。虚無欲しいけど。弓。虚無欲しい。虚無欲しいけど。まあいいじゃない。ああ、パワーいらん。いやー、あれ取ったかよかったか。OK、 いいんじゃない、いい感じに始末できた。はい、おお、上にもね、まだね、全然いそうな感じ。下にいるでしょ。あぶねえ。あ、でもエンチャンターいないのか。うん、最初にちょっといただけで特に問題はない。よし、12回終了。おお、ちょっと待って、全然ボスが出ないよ。こうかな。あ、なんか一気に行くの怖い。危ないような気がする、一気に行くと。いや、大丈夫か。危ない。ういし、はい。いや、そうでもないな。そんな強力な敵が出るわけでもなく、問題なしだね。え、楽勝じゃないか？嘘。もう終わり。痛い痛い痛い。よし。はい。さすがにそろそろボス。いやー、まあ商人か。あー、いや、いらんねえ、いらんねえ。地雷、うん。雷の杖もなんかね、微妙っぽいんだよね。地雷にしとこうか。まあ一応ソウルはね、こんだけ溜まってるんで、まあいいでしょう。武器、武器でいけ。うわ、痛みサイクルついてる。うわ、これ変えんと無理だな。ちょっと待て、痛みがつくとこれきついぞ。さあ、何が来る。2体。おーい、よし、よし、 OK、 ナイス。いいんじゃない。ちょっときついぞ。 OK、 OK。 ちょっともうミスったな。防具上げて防音クラブでよかった。いや、これ大失敗。うん、いや、まあまあ仕方ないね。まあガーストかな。いけ。いやいやいや、ことごとくちょっとね、装備選び失敗してきてる。よし、よし、いいんじゃない。よし、やばいやばいやばい。結構耐久力が必要だわ。
終わり。いや多分全体的にはね今回結構簡単な方なのよ。簡単な方なんだけどね。あーこれすごくいい。うん、あいい、変えとけ。虚無はまあまあまあまだそんなに入れんでいいから、あとあとちょっと3にしていきましょうか。まあ、できれば武器の虚無の方がいいんだけど、まあ、出ないっていうことも考えてこっちでいきますか。回復もできるしソウルもたまる。うん、あとあと影がね出てきてくれたら嬉しいかな。危ない、危ねえ、危ねえって。よし、うん、ナイス。まだか。終わり。おそ、なんで なぜ。はい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 。いやーなんかね虚無がついてる怒りって出ないよね。ここはもうスケールで耐久力と火力を上げていきましょう。うん、雪玉、あーでも3つけれないな。でなんか難しい時が多いこのステージね。大丈夫、大丈夫か。オッケー、ナイス。まあなんとかなりそうね。おい、ナイス、いいね、いいよ、よし、ナイス。あーもう倒しとくか。よし、まあまあまあ、前の22回と比べればもうなんてことない楽勝です。おい、どう、うん、はい、楽勝楽勝です。ああ、あ、お、お、お、いやエンチャント良くないな。まあアップドラフトでしょうね。あ、地雷なくしてダブルアップドラフトとかでも面白かったかもしれない。ちょっとナイスバカそれで倒したいんだけどな。よし、オッケーオッケー、いいんじゃない、ナイス、いい感じ。おっと嫌なやつがいるよ。でも大丈夫、終わりか。よし、もうない、ずっと問題ない。あー今回召喚ビルドいけるね。うん、召喚いける。あーちょっと待って、ここ危ないような気がする。気のせいか、なんかここ難しい気がするぞ。ラビジャー出る、あ出ない、おい、危ねえ、危ねえ、止まるな、すごい数だな。でも一匹一匹がそんなね強いやつじゃないので問題ありませんね。あれ
よし、20回おしまい。あ、キノコだな。うん、久しぶりキノコちょっと取っていこう。で、何、まあまあまあ、ボーンよ。ボンクラでこれ間違いない。最初のね、商人で勇者にしてても全然良かったろうけどな。まあいいや、なんか入れたいね。まあ火属性か。何が来る？あ、どこ？お、びっくりした。終わり。いや、敵が出るサークルが現れなかった。珍しいね。あ、バジネストも欲しいけどね。まあ、コグで行きましょう。ソウルももうマックスだ。うん、オッケー。んでもって。うん、こっちにも虚無入れれるんで。もしも強い敵が出てきても、大丈夫かな。ここなんかちょっとすごいぞ。お、ここはなんかやばそうな気がする。はい、でもね、いいよ、今ぐらいの数わっさー出てきてくれるとちょっと面白い。こっちいる？いるね。はい、いいんじゃないですか。終わり？はい、あ、闇に変えようか。火力は減るけど、アップドラフトとかがよく使えるようになるんで良さそう。で、トゲと叫び入れていいね。オッケー、行きましょう。オッケー。あ、ってなると最後がユニークか。おお、ちょいちょいちょい、これ戦う場所ちょっと最初考えないと若干きついね。よし、はい、こっち側いる？いないっぽい。うん、こんだけの数をちょっとさばくのはなかなか難しいかも。危ない！おお、ジオマンさん、うい、終わり。あーん、いや、いらんね。強えけど、うん、まあまあいい。行こう。25回。よいし。まだ出るっしょ？もう出ない？あ、いや、出る出る。もう出るんかい。結構後の方まで出てきた。よし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 、オッケー。ああ、横見てたら、ああ、でもまだ敵出てきた。やたらちょっと固まるなって、これやたら出るな。お、まだ出るの？お、敵出すぎ。 OK 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 OK、 出るね、ここマジで。今回25回が
やたら多い。うん、ここはちょっと注意した方が。まだいるのこっち。え、まだこっち出てんじゃない。あ、さすがにいないか。多すぎだわここ。よし、はい、25回。25回長いな。強え。おお、これ釣り竿で使いたい。あ、これめちゃくちゃ強いよこのカトラス。でもまあ道中だったらあっちの方がいいか。もうこれでいけ。おお、いや25回報酬のカトラス、あれすっごい天空衝撃波の重力で、でまたなんか選べたでしょ、重力なんかを。素晴らしい性能だった。ここはネクロが出るか。出ない。あ、クリッパーか。オッケー、問題なし。ああ、いた。オッケー、終わり。結構出るな。終わりか。はい、26回。でもう少しですね。いらんかな。ボス次第ではちょっとなんか武器を考えていかないとね。今のところはこれで全然いけそうなんだけど。わお、お前来る。問題ないけど。落ちる。落としていきたい。まだ出るっしょ。よし。おい。まだ来るか。お。出るね。タワーレースと、あ、クリーパーの数よここ。おお、いや装備次第では27回ちょっときつくなりそうな気がしますねここは。ああ、アップドラフトいいね。うん、 OK。で28で29か。何あげる。え、闇アーマー、あ、タイタンになるのか。あー、なら火力も上がるか。いや、ボンクラブでしょ。うん、まあ若干だけどね、上がったのは。でもいやー、どうだろう、報酬次第だよ、この29回の。29回報酬が、なんかいい感じだったら、いいけども、何が来るだろうね。結局、ソウルは使わなかった感じ？いや、わからん。最後の最後に、何か、影の断片とかね。雷の杖、そのあたりが出てきてくれると取る。よし、終わり？なわけないよ。さすがにまだ出るでしょ、あと1回ぐらい。いや、お、出らんのかい。29回楽勝。わあ、全然良くなかった。これはもう話にならん。特に入れるやつないね。まあ、このあたり入れますか。OK、行くぞ。
何が出るか。ボス次第ではちょっと装備を考えないといけないけども。何？あ、嘘でしょ。楽勝すぎる。あー、まあ欲はないけど。重力3、輝き2、重力、あー、まあまあ、うん、これだったら使えるそうね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。